ショードルスス、ドルススユリウスカイサル、ドルススジュリウスシーザー、紀元前14年、紀元23年7月1日は、第2代ローマ皇帝、ティベリウスの息子で、後継者候補。一般には単にドルスス、または、ティベリウスの弟大ドルススと区別するために、ショードルススと呼ばれる。表記揺れでドルススの表記も。ティベリウスと最初の妻ウィプサニアとの息子。 ティベリウスは、リウヤとティベリウス・クラウディウス・ネロの息子であり、ウィプサニアは、マルクス・ウィプサニウス・アグリッパとポンポアの娘であるので、初代皇帝アウグストスと直接の血縁関係はない。紀元前十一年に、マルクス・アグリッパの家父となったユリアとの結婚のため父、ティベリウスは、母との離婚を強制され、さらに紀元前六年には、父はドルススをローマに残しロドストウへ陰性してしまう。 紀元前2年のママハハユリアの追放後、紀元2年に帰還した父に連れられホルム・ロマヌムで市民に紹介された。その後ティベリウスがアウグストゥスの養子となり、後継者に確定するとドルススもアウグストゥスの援助を受けて政治キャリアを重ねていった。この時おじ、大ドルススの息子ゲルマニクスがティベリウスの養子となり、ドルス,スとは義理の兄弟となっている。さらに、 ゲルマニクスの妹リウィラと結婚している。アウグストゥスが病没した紀元14年には翌年の執生官コンスルに指名されていた。アウグストゥスの遺言上でドルススは第1位遺産相続人が遺産を相続できない場合に遺産を相続する第2位遺産相続人として3分の1の遺産を与えられていた。この指名は同様に 第二位遺産相続人として指名されていた、ゲルマニクスとその子供たちと共に、ティベリウスの後をアウグストゥスが期待していくことを示している。ティベリウスが、シンクン、カエサルの神殿の前で行った以外では、唯一、アウグストゥスの追悼演説を、ドルススはホルム・ロマヌムで行っている。アウグストゥスの死によって、父ティベリウスが、元首に就任すると、 パンノニアとゲルマニアで軍団の騒乱が発生し、これを鎮圧するためドルススはパンノニアへ派遣された。ゲルマニアについては、現地でその指揮をしていた義兄弟ゲルマニクスが担当した。パンノニアの軍団は、その司令官、クイントゥスユニウス・ブラエススに賃金の上昇と退役年数の引き下げを要求し、各陶器陣地を離れ参考軍団が一箇所に集合していた。 この時ドルススには、親衛隊ニコ大隊と騎兵隊、それに幕僚として、ルキウスアイリウスセイアヌス、グナエウスレントルス、ルキウスアプロニウスなどが与えられていた。パンノニアに到着したドルススは、最初、兵士たちと交渉して、ティベリウスに死者を派遣したが、兵士たちの動揺を見て取ると厳罰で対処し、死者の帰還前に反乱を鎮圧した。軍団に対して、 一切の妥協を与えぬ解決であり、鎮圧後すぐに、ローマに戻った。15年に予定通り、同僚、ガイウス・ノルバヌスと共に、失政官に就任し、自らとケルマニクスの名で検討し試合を開催した。17年から、マロボデス率いるスエビ族とアルミニウスをいただく、ケルスキ族の対立の朝廷のために、イリリクムに派遣された。 このイリリクムの任務で、19年の夏には、マロボドゥスをローマへの亡命導く成果を挙げ、元老院で障害戦式の決議を得た。またこの年につまりウィラとの間に、ティベリウス・ゲメルスとゲルマニクス・ゲメルスの双子が、誕生している。同じ年に、儀形邸で元首の後継者競争の相手でもあった、ゲルマニクスが、シリアで休止する。ドルスも。 ゲルマニクスの遺骨を迎えるため認知を離れ、一旦ローマに戻った。ドルススとゲルマニクスの周囲は、後継者争いのため二つの陣営に分かれていたが、義兄弟同士の仲は良く、ドルススはその死を悼んだ。ゲルマニクスの遺骨を持ってその妻だヤグリッピナが、ローマに着いた時には、すでに期限二十年になっていた。ゲルマニクスの葬儀終了後、再びイリリクムで任務に戻り、 終了後ローマに戻ると、外旋式の前に予定し姿勢官として、ゲルマニクス暗殺の容疑を持たれていた、グナエウス・カルプルニウス・ピソの際に臨んだ。ピソの自殺後、改めて生涯戦式を挙行した。この頃母、ウィプサニアが死去している。同じ年には、ドルスの長女リウエアユリアとゲルマニクスの長男、ネロカイサルが結婚している。21年に、 父ティベリウスと共に二度目の失勢官に就任する。元首の同僚の失勢官職は、定世紀特別な意味を持ったが、今回の失勢官職は、競争相手ゲルマニクスが死亡していた以上、実質後継者指名の意味を持った。失勢官に就任するとすぐに、ティベリウスは健康回復を理由として、カンパニアに退居し、ドルススにローマが任された。さらに翌22年には、 五民間職権の授与が決議され、アウストス治政末期の父と同じ立場を与えられた。このように完全に第三大皇帝の地位が約束された時にドルススは休止する。二十三年の死亡時には急病と不節生による病死と考えられており、テベリウスも元老院で毅然とした態度を見せていた。ドルススの葬儀は盛大に行われ、その葬列にはユリウス氏族、 クラウディウス氏族などの偉大な祖先たちの肖像が連なった。遺骨はアウグストゥス病に収められた。このドルススの死後8年経った31年にセイアヌスの妻アピカタによってその死の真相が明らかとなった。ドルススの死の数年前からティベリウスは親衛隊長であったセイアヌスを徴用し片腕として使っていたがドルススは こうしたセイアヌスの勢力を敵視していた。こうしたドルススの感情を知っていたセイアヌスは、ドルススの妻リりウィラと不倫の関係を結び、共謀して、自らの野心の最大の障害であったドルススを、毒薬で暗殺した。このドルススの暗殺は、セイアヌスが失脚してその勢力が断罪されるまで、周囲が知ることはなかった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。